今回はですね青森のお菓子でパティシエのリンゴスティックラグノーのですねお菓子を食べてみました外側はこのような感じで赤色のですねリンゴカラーの包装になっています食べ方なんですけれどもこちらの方に書いているようにですねオーブントースターなどで温めるとですねパイの部分がサクッとした食感になってすごく美味しくですね食べれますし冷蔵庫で冷やして食べると リンゴのですねシャキシャキとした食感が際立ってすごく美味しく食べられます中に入っているのはですねこのような感じでスティック状のちょっと細長い感じのですねリンゴパイになっています今回のやつは5個入りです大きさもですねこの1つがですね結構大きめのサイズなので1つ食べるとですね結構しっかり食べたなという感じがあってボリューム的にもいいです常温の状態ですとこのような感じですね パイの感じはですね、少ししっとりとしているかなといった感じになりますですのでサクサクっとした食感で食べたい方はですねオーブンレンジとかオーブントースターなどを使ってサクッと仕上げるといいと思いますそしてですね半分にカットしてみたんですけれども中にですね結構大ぶりのりんごが入っていましてこのりんごがですねすごくしっとりとしていて香りもよくすごく美味しいです 中にあるリンゴをですねおいしく食べるにはですね私としてはですねこう冷やしてですね冷たい状態で食べる方がこのシャキシャキ感がより分かってですねおいしいなと思いました写真にあるのはですねオーブンレンジで温めた様子になっていますちなみにですね今回はオーブンレンジで、えー、250度ぐらいに温めて 確かですね、3分3分、4分ぐらいですね、温めて食べてみたんですけれどもそうするとですね、少しパイの部分がサクッとした感じになって中のりんごがですね、えー、香りも際立ってとろっとした感じの食感で食べれますのでアップルパイとかですね、好きな方はですね、温めて食べるとよりおいしくですね、このお菓子食べれるなと思います。この 青森のですねお菓子店のラグノーですけれどもこういったリンゴを使ったですね美味しいお菓子たくさん売っていますのでもしですね青森の方のお菓子チェックしたいなという時はですねぜひこのラグノーのですねお菓子見てみてください